でもなんとかせにゃ。お侍、アザモウラを取り返すためお力添えを。村の中の者が危うくなるぞ。猛虎は年寄りを痛めつけてるんです。ある捕虜が逃げた罰として。痛めつけて何になる。で、どこに囚われた。一人は神社、あとの二人は家の中に。いかにして入る。門は開かぬぞ。正門の近くに隙間が、子供が通れる大きさです。俺が忍び込もう。肩がつくまで隠れていろ。門に来ます。かかってこい。宝がなければ。Watch me for sure.やめてください。
待たせてしまったな。怪我は？ありません。手当てしろと言われたのですが。断ったのだな。しばらくここに隠れておれ。どうか鍛冶屋もお助けください。どこかの家に囚われているはずです。何が望みだ。天にもつそう。逃がしてやる。村大坂。いかにも。猛虎の掟を受け入れねば村の者を皆殺しにすると脅され、諦めるところでした。よくぞ耐え抜いたな。安全になるまで隠れていろ。どこかの家の中に鍛冶屋も囚われております。助けてやってください。やむを得んのだ。また인대선하마궤술주인에다you
ない。太刀の鍛え方を教えろ。断れば首を切り落とす。どこあるけち。タカという鍛冶屋のようにわしも殺されるかと思いました。タカは村から逃げた。安心しろ。しばらく身を隠せ。
いします。安心するな、行け。ここで死ぬかと思いました。動けるな。女を見て今少しだけ辛抱してくれ。どんに来ます。侍か。よくも民を苦しめたな。もうこの掟に従えばこいつらは苦しまずに済む。愚かな嘘をつくな。死をもって償うがいい。その首俺が切り落としてやる。
Yeah.